ハンス・グラードルは、ナチス・ドイツの軍人、元ドイツ陸軍総公兵大佐。1903年12月8日、ニュルンベルクに生まれる。1939年10月15日、第4戦車連隊、第2戦車中隊長に就任し、同中隊は、翌年1940年5月の、フランス侵攻作戦では、第2装甲士団の躍進の原動力となる。 1941年10月、ソビエト連邦のブリャンスクを第39戦車連隊第1戦車大隊を率いて攻略する。この都市を守るのは特殊任務部隊などの戦衛が揃うソ連軍部隊であったがわずか1個大隊、しかも2日でブリャンスクを陥落させ、ソ連の3個や戦軍の包囲殲滅へと結びつかせた。結果、ドイツは モスクワ攻撃を進展させることができた。この戦果により危機的状況でも敵の弱点を見抜き敵よりも少数の兵力で自軍の数倍の損害を相手に与える指揮官としてソ連で恐れ得られるようになる。この功績が高く評価され1941年11月15日に騎士十字章を授与された。1945年3月27日には 第21装甲士団、第22戦車連隊長へと就任する。東部戦線のフォルストで負傷し、入院する。1945年4月26日、装甲兵大佐に昇進する。そのわずか5日後の5月1日には、アメリカ軍の捕虜となるも、6月1日に釈放される。ありがとうございます。